マイネイサベルは日本の競争馬。場名の意味は冠名に人物の名前。主な勝倉は新潟2歳ステークス、府中品馬ステークス、中山品馬ステークス新潟の芝線400メートルの新馬線で松岡正会安城でデビューし、6番人気に支持され直線抜け出してデビュー戦を飾った。続く重賞の新潟2歳ステークスも9番。 人気だったが直線差し切って、重傷発生派を飾った。しかし続く、ファンタジーステークスは2番人気に押されるも9着。阪神ジュベナイルフィリーズは6着に敗れる。初戦のクイーンカップは直線追い込むも2着に赤敗。フラワーカップは先行するも直線伸びきれずに4着に、敗れる。陣営は大歌賞出走をやめて、オークスに目標にした。 フローラステークスは2番人気に押されるも、直線追い込みするも5着。オークスも前走と同じく追い込むも6着に敗れた。秋はローズステークスで指導。停止時の10番人気だったが、2着に検討する。しかし、週刊賞候補のまま15着惨敗となる。そして新潟開催となった福島記念は、小場相手に3着に検討する。 中山頻馬ステークスは先行するも4着、福島頻馬ステークスも先行も5着、ビクトリアマイルは6着に敗れた。夏は新潟戦を使い、関屋記念は4着、新潟記念はブービーの17着惨敗となった。府中頻馬ステークスは中段から直線抜け出して、約2年ぶりの勝利を飾った。エリザベス女王杯は7着に終わった。エリザベス女王杯の後、 半年休養して5歳の初戦となった中山頻バステイクスではスマートシルエットオールザットジャズとの競り合いを制して勝利し重賞3勝目を挙げたビクトリアマイルは先行策を取り3着に粘り15番人気だった安田記念はボバ相手に4着に検討したしかしその後は惨敗が続き愛知杯9着を最後に現役を引退した引退後は 北海道ニーカップ町のビッグレッドファームにて繁殖品場となる。ありがとうございます。